9日放送のフジテレビ系トンネルズの皆さんのおかげでした。木曜6時では突撃隣のチャチャットキッチンというコーナーで原口秋政42の原口は9歳年下の元タレントの妻めぐみさん33と6歳4歳2歳の3人の息子とくつろいでいるところを突撃され大慌て。トンネルズ、おぎやはぎ、鈴木紗理奈、40に乗り込まれ、断れないと判断した原口は、早くやって早く来そう、とめぐみさんに料理を促した。トンネルズ、おぎやはぎ、鈴木紗理奈、40に乗り込まれ、断れないと判断した原口は、早くやって早く来そう、とめぐみさんに料理を促した。めぐみさんが原口のファンだったという情報を聞いた石橋貴明、56に、ワンフー、ファンに手を出していいのか。と突っ込まれると、原口は、ファンに手を出してどうもすいませんでした。めぐみさんがおぎやはぎとも共演経験があることを明かすと、鬼ひろあき、46、は、だって俺あの時、手を出そうとしたんだから、と告白。鬼は、しばちょも行こうとしてたから。原口は、いろんな人に狙われてたんだな、と呆れ顔。トークが進む中、めぐみさんが作った自慢の料理、セクシーチャーハンは、石柱メンバーが絶賛し、判定で退場。